今回が4枚目の DVD になります。はい、いつ頃どちらに撮影されましたか？はい、今回なのですが4月の終わり頃に、まあ、5月のもう入る頃なんですけれども、都内の方で撮影しました。はい、どんな内容なのか簡単に教えてもらえますか？はい、この春から大学生になったということで、いつも今までより少しだけ大人の私を見せていく内容になっています。衣装も、ちょっと今までより大人っぽいというか、今までだとちょっとまあ、学生服とかこう可愛らしい感じの衣装が多かったんですけど、ちょっとだけセクシーな感じになっています。ワイズバランスをやってもらったりしたんですけども、なんか体が柔らかいって書いてあるんですが、何でやってらっしゃるんですか？はい、主にジャズダンスの方をメインにやっております。今回の浴衣を着せ、黄色の浴衣を着せていただいたんですけれども、あとジャケットだとこちらになりますね。その下に着てた赤の水着がこう一番こう着てて、ちょっとドキドキしました。何かこうご予定はありますか？そうですね、高校生の時と違って夏休みがとても長いので、まあ、そうですね、まあ、宿題とかも、まあ、レポートなんですけど一応あったりするんですけど、まあ、それも一旦置いておいて、いろんなところに行きたいなっていうふうに思っています。東堂理香、衝動サプライズ、いろんな方に見ていただけたら嬉しいです。